ワルドテリー王子様、お母様の寝床に行かなくていいの？どうして研究室を探すの？君の目的は何だい、リリアン。自分がどうして屋敷の外に出てはいけないか、その理由を知りたいんだろ？うん。姉さんの研究室にその理由があるかもしれない。君が生まれた時のことを調べれば答えが。リリ、研究室で生まれたの？赤ちゃんって研究室で生まれるの？そもそもリリアンヌ様は魔族がどうやって生まれるかご存知ですか？うん、教えてもらったよ。赤ちゃんをビフラテイルが運んでくるんでしょ？はぁ、なんでため息つくの？あ、じゃあもう一つの方？マンドラゴラの畑から生まれてくるんでしょ？はぁ、かわいいとでも大思いなのかしら。これだからスペーディオ。違うの？だってルメリアがそうって教えてくれたのに。ああ、ルメリア様ってば、なんて可愛らしい勘違い。抱きしめて頬ずりして差し上げたいですわ。なんか納得いかない。いいですか、リリアンヌ様、魔族はそもそもが長命、子供など産まなくても生きていけますが、退屈しのぎに同族を産みます。産みたい時に魔族を産み、育てたい時に育て、飽きたら捨てるの繰り返し。赤子でも成熟した姿でも産み出すことは思いのままですわ。産みたい時に産めるの？すごい。じゃあリリでも子供が産めるんだ。核となる依り代に魔族を特徴づける素材を放り込み、魔力を注げば完成ですわ。ただ魔族として成熟しきっていないリリアンヌ様が産もうとしても、不完全な魔族が出来上がるでしょうね。フランシードお姉様もリリもそうやって生まれたんだね。ええ、親となる魔族の魔力と特徴を受け継ぎ、魔族は生まれます。リリアンヌ様の場合はスペーディア夫人のバラの魔力とスペーディア教の爪を受け継いでいるのでは。そのうちきっとおひげも生えますわ。おひげは嫌。あ、そっか、ペトラはペトラママとペトラパパの魔力が混ざったから羽があんな風なのね。人間や動物のように非効率な増え方はいたしません。合理的かつ刹那的で享楽的、これぞ魔族という種の素晴らしさですわ。ん、あの初夏の先、武士家が道を塞いでいる。その先に見えるのは扉ですわね。あの個体、扉から出てきたものかもしれないな。あれを倒して扉を開けばいいのね。簡単簡単。リリもお母様の研究が知りたくなっちゃった。これがお母様の研究室。取り立てで特別な空間でもないですわね。よし、調べよう。過保護なお父様がリリを外に出していいって思えるような証拠を見つけるの。それは例えばどのような。リリはとっても元気なレディーだから、お外に遊びに行っても心配いらない証拠。ため息つかないでよ。二人は何を探すの？私はローザリンデ様の弱点が分かればお目覚めになった後に暗殺しやすいんじゃないかと思いまして。永遠を欲しがっていたローザリンデ姉さん、アーカードの誘いに乗り地上へやってきた後始めた研究。おじさま？マリキュラの実験に興味を示し、そしてリリアンヌの誕生。もしかしたら姉さんは研究の成果を手に入れていたのかもしれない。
しかしそれでは長い眠りにつく理由が。いけませんわね。自分の世界に入ってしまわれましたわ。お姉ちゃん大好き魔族は放っておいて、ローザリンデ様の弱点を探しましょう。私はこちらを探しましょう。アデルライトから遠慮がなくなってくよ。あれ、なんだろうこの本。ちょっと光ってるような。日記？すごくたくさん字が書いてある。お母様の字かな。難しい字がたくさん。新しい可能性、痛みを伴う、アーカードも気に入るはず。約束、この研究の先で手に入る？あ、この分、すごく大事なのかな。赤く印がされてる。これを、ゆりかご計画と名付けるとしよう。ゆりかご計画？え、あ、ダメ！まだ読んでるのに！ああ、燃えちゃった。せっかくのお母様の血。他者に記憶を移す魔術の書。それにこれは、より白へ魔力を注入し、己の代わりにする魔術の書。そうか。そうだったんだね、姉さん。ワルドテリオおじ様？僕には分かったよ、リリアンネ。姉さんが何の研究をしていたのか、そして君の存在する理由が、君は器なんだよ。ワルドティリオ様が騒がしいですわね。姉の痕跡に興奮しているのかしら。あら、この魔法陣、見覚えが。ああ、術者の魔力に反応して眷属を呼び出す魔法陣ですわね。この部屋にあるということは、ローザリンデ様の、何かに反応している。これは、器？器って何？ワルドティリ王子様。姉さんは魔界にいた頃、様々な研究をしていた。そのいくつかの内容を記した魔術書が、この研究所にはあった。強靭なより代を作る方法。より代に自分の記憶と魔力を移し替える方法。自我をより代に留める方法。多くの研究を掛け合わせ、完成させるために、マリクラの力と知識を借りたんだろう。そして姉さんは、この研究室で君を完成させた。姉さんは永遠を望んでいた。わずかでも魔力が衰えてしまったら、すぐにその方法を実行しようとしていたに違いない。どういうこと？おじさま。リリ、わからないよ。なるほど。アーカードの気持ちが分かった。君は大事にされるべきだ。城を出て、大切な器が傷つきでもしたら大変だ。リリ。リリアン、君は一刻も早く姉さんの元へ行くべきだ。君に初めて会った時に感じた。君の中に眠る姉さんの魔力。そしてその力は、目覚めようとしている。姉さんの目覚めは目前なのかもしれない。起きたお母様に会えるの？でも。そう。姉さんが目覚めた時、君はその器を、ローザリンデ姉さんに差し出すんだ。
差し出す。でも、そうしたらリリーどうなっちゃうの？消えるだろうね。亡くなる君の自我と記憶がローザリンデ姉さんのものと置き換わる。構わないだろう。姉さんが復活するのだから。リリー、やだ。ちゃんとお母様に挨拶したいもん。君が抵抗したところで、アーカードは許さない。屋敷を出ることは禁じられただろう。違うもん。リリー、お母様の器なんかじゃない。ちゃんとお父様とお母様の娘だもん。フラッシュ姉様の妹だもん。大丈夫。大切な存在であることは間違いないよ。それに、ちゃんとローザリンデ姉さんの魔力を受け継いでいる。違うもん、リリー。大変ですわ。魔法陣が起動しましたわ。この研究所に魔法陣？召喚のためのものか。ローザリンデ様が仕掛けた侵入者用の魔法陣でしょう。仕掛けた本人の魔力に反応して起動する仕掛けのようですわね。え？お母様がいないのに、どうして？君の魔力に反応しているんだよ、リリアンヌ。姉さんの魔力を受け継いだ君にね。懐かしいな。姉さんが刺激していた魔界のケルベロスの中でも最強の種。もうすぐ復活するんだね、姉さん。魔界や地上で狩りまくっていたケルベロスとはまるで力の違い。通常のケルベロスとは別種。姉さんが刺激していたケルベロスだ。魔界でもただの魔族が飼おうとしてもたやすく食い殺されるだろう。リリアンヌの中に眠る姉さんの魔力が引き金となって呼び出されたんだ。やはりリリアンヌは姉さんの力を受け継いでいる。姉さんの目覚めは近い。リリアンヌ様の魔力に反応した割には見境なく破壊を行っていますけど、先ほどリリアンヌ様を吹き飛ばしましたし。なんだって。リリアンヌの魔力がケルベロスを呼び出したか。アーカード。我が娘を危険な目に遭わせてくれているようだね。あら、スペーディア卿、可愛らしいお姿。つい撃ち殺してしまいそうですわ。ふむ。ドロクロバのアデルライトもいるのだね。ちょうどいい。呼び出されたケルベロスは、今のリリアンヌでは制御不能だ。掃除を頼む。あら、ドロクロバのメイドは、スペーディア家の管理下にはありませんわ。顎で使うおつもりですの？バラの女王の目覚めがやってくる。邪魔者はいない方がありがたいのだ。姉さんが、目覚めるのか。さよう。間もなくローザリンデが帰ってくる。家族水入らずに、ご協力いただこうか。あいたった。尻尾に跳ね飛ばされた。あのケルベロス、テイルのとこのベロちゃんよりずっと凶暴だよ。あれ、ここって、魔王城？リリー、時忘れの古代図書館を出ちゃったんだ。リリー？フラッシュル姉様！何を遊んでいるの？さあ、行きましょう、リリアンヌ。お母様がお待ちよ。え？お母様の目
が覚めたの？そう、姉さんが目覚めた時、君はその器をローザリンで姉さんに差し出すんだ。フラジル姉様、リリーちょっと具合が悪いからお母様に会うのを今度にしようかなって思うの。バカなことを言っていないで早く来なさい。でもねフランシール姉様、フランシール姉様は知ってるのかな、リリがお母様の器だって。リリは覚えていないわよね、お母様のこと。まだほんの赤ん坊だったもの。眠っているお母様には何度か会ったことはあるけど、起きているお母様にお会いするのは初めてよね。いいわ、話してあげる。あなたが生まれた時の話を。お父様、お母様には会えないの？ローザリンではしばらく研究のために研究室にこもることになったのだよ。しばらく寂しい思いをさせるが、大丈夫かな、フランシール？もちろんですわ、お父様。よろしい。それでこそ私たちの娘だ。スペーディア家の奴隷の扱い方を教えてあげよう。次の戦夜会の準備はフランシールがやってごらん。お母様は戦夜会にはお出ましになりますか？いや、それはわからない。彼女の研究はとても体力を消費する。一年はまともに動けないだろう。平気ですわ、お父様。戦夜会は私がしっかり取り仕切りますから。お母様に研究を頑張って、と伝えてくださいまし。ああ、必ず伝えるよ。お母様が研究室に入ってから、もう2年。戦夜会も何回も開催した。私、戦夜会の主催を務めましたわ。他の4大貴族からも認められているのよ。レディーになるためのレッスンも欠かしていないし、奴隷も上手に扱えるようになった。早くお母様に見てもらいたいのに。どうして出てきてくれないの？お母様。扉が、お母様！お父様？その子は誰？お母様は？ローザリンでは眠りについた。魔力を限界まで消費してしまった。回復には、長い時間がかかるだろう。そんな。この子は、ローザリンデと私の娘だ。フランシールの妹だよ。妹？数年後のある日、研究室に出入りしていたお父様が、幼いあなたを抱いて出てきた。とても小さくて、でも、お母様に似ている部分もあって。まるで、お母様が小さい子供になってしまったのかと思ったわ。お母様が小さく？子供を作っているなんて聞かされていなかったし、突然妹ができたものだから混乱したわ。その時、お母様は眠りについてしまったから。そして私はお父様にリリの教育を仰せつかったの。世話の焼ける妹で、とても苦労させられたわ。あ、
実はね、さっき初めてリリが生まれた時のことをお父様から聞いたの。お母様が閉じこもっていた理由が分かったわ。お父様ったら大事なことを何も教えてくれないんだから。こうしてちゃんと育ったリリをお母様に会わせることができて嬉しい。リリ、何を怯えているの？リリ、お母様に会いたくない。得意のわがままね。でも、間が最悪。ダメよ。あなたを連れて行くようにお父様に仰せつかっているもの。違うの、フランシル姉様。あのね。怒るわよ。お母様の気持ちを考えなさい。あなたを生み出した後に眠りについて、数百年経った今日、ようやく家族に再会できるのよ。でも。さあ、お母様の寝床へ行きましょう。無理やりにでも引きずっていくから安心なさい。でも、リリはお母様の器だから、お母様の目が覚めちゃったら、リリが消えちゃう。フランシール姉様は、それでいいの？来たか、娘たちよ。今しがた、ローザリンデが目を開けたよ。お母様？フランシール。お母様！お戻りをお祝い申し上げます、お母様。ぜひ、リリアンヌにもご挨拶をさせてくださいまし。大きくなったわね、フランシール。そして、リリアンヌがいるの？リリ、さあ。あのね、お母様。姉さんは永遠を望んでいた。わずかでも魔力が衰えてしまったら、すぐにその方法を実行しようとしていたに違いない。リリアンヌ、君は一刻も早く姉さんの元へ行くべきだ。君に初めて会った時に感じた、君の中に眠る姉さんの魔力を。そう、姉さんが目覚めた時、君はその器をローザリンで姉さんに差し出すんだ。リリアンヌ、もっと近くでよく見せて。目は私に似ているかしら。爪はアーカード譲りね。お母様、リリ。どうしたの、リリアンヌ、そんなに震えて。どこか具合でも。リリアンヌ。何をするの、リリ！リリアンヌ。リリ、お母様の器は嫌！消えちゃうのは嫌！サーカスに行ったことも、奴隷ができたことも、ペトラやルメリアのことや、昔のプランシルバの思い出も、全部、リリの大切な思い出だもん！消えちゃうのは嫌！ごめんなさい。リリアンヌ。お母様、ご無事ですか？思い切り手を払いのけ。お母様。まさか、だったわね。まさか、眠りから覚めて初めての感情が怒りだなんて。思わなかったわ。
しよう。お母様の手を払いのけちゃった。だって、怖かったんだもん。亡くなる君の自我と記憶がローザリンデ姉さんのものと置き換わる。構わないだろう。姉さんが復活するのだから。君が抵抗したところで、アーカードは許さない。屋敷を出ることは禁じられただろう。お城から逃げないと。リリが消えちゃう。今までのリリが、全部。ペトラやルメリアと遊んだことも、オペラやジルと出会ったことも、950年前のブランシルバで見たことも、全部、なくなっちゃう。お母様の目が覚めたことは嬉しいけど、リリは、ちゃんとリリのままで、お母様と一緒にいたいのに。魔族の魂にいろんなものを組み合わせて作られた生き物。リリはこれと一緒。作られた存在、プシケイと一緒。リリはブランシール姉様、お父様、お母様、リリ、作られた命でいい。お母様の器でもいい。無死刑と一緒でいいから。お父様とお母様とブランシール姉様と、みんなの、本当の家族で、よかったな。実験生物ども、私の娘からどいてもらおうか。お父様。マリキュラ城が時忘れの古代図書館に放った異形か。この騒動で魔王城にまで出てきたようだ。お父様、どうして？怪我はないか、リリアン。そこでおとなしくしていなさい。どうして、リリを助けてくれるの？どうして、なぜ、なぜ、か。幼い頃から、そなたはそうやって様々な疑問を私に投げかけていたな。一つ一つその質問に答えた。その度にそなたは成長していったか。いいだろう。覚えておきなさい、リリアンヌ。その問いにだけは答えはない。なぜもどうしても飛び越えて、親はこう守るの。怪我はないね、リリアンヌ。なぜ、ローザリンデにあんな真似を？なるほど。器、か。リリは、お母様の目が覚めたら、全部をお母様に差し出さないと、なんでしょ？リリ、自分がいなくなっちゃうのが嫌で。亡くなったりはしないよ、リリアンヌ。でも、リリはお母様の器で。器などではない、リリアンヌ。そなたが特別な魔族である理由は、そこにはない。そなたは、胎生で生まれた魔族なのだ。
母親の体内で卵が孵化し、子が育った状態で体外へ生み出す方法、妊娠と出産だ。魔族の間では禁忌とされている同族の生み方だ。魔族の間ではおぞましいとさえ言われるその出産方法は、人間や動物が行う非効率的な増え方なのだ。非効率？アデルライトも言ってた。さよう。それは魔族が地上で暮らすという事実以上に、我々魔族の間では異端なのだよ。およそ900年前、ローザリンデから試してみたいことがあると打ち明けられた。彼女は人間の世界で生きるという私の計画に寄り添ってくれた。そして人間と同じ方法で子供を産んでみたいと言ったのだよ。お母様はずっと研究室に閉じこもっていたって。ああ、妊娠から出産までは1年ほどの時間が必要になる。研究という名目でローザリンでは部屋にこもり、日々大きくなるお腹、そなたと共に暮らしていたのだよ。ルメリアママの生き物を融合させる研究に夢中だったってそれは半分誤解で半分正解だな。マリキュラ城の生物実験の研究所には当然人間の生態に詳しい書物もあった。ローザリンデはマリキュラ城の元に通い、人間について学んでいたのだよ。本人の顔には嫌悪感が張り付いていたかね。だってリリー、お母様に似てるし、魔力だってお母様にそっくりだからケルベロスを呼び出しちゃった。当然だ、親子なのだから。お腹を痛めて産んだ我が子なのだから、それは誇るべきことなのだよ。リリー、お母様の器じゃないの？ちゃんとお母様の子なの？ああ、そして我が娘だ。フランシールと同様、これまでもこれからも変わらずかけがえのない私たちの娘だよ。お父様。いつまでも手のかかる娘だ。でもお父様、それじゃあリリはどうして外に出ちゃいけないの？その理由はローザリンデに聞くといい。彼女が眠りについていたことと関係している。リリアンヌに会いたがっていたからね。ちゃんと謝ることだ。ローザリンデは今、怒りの豪華の中にいる。リリー、お母様を怒らせちゃったの？ケルベロスに、姉さんの魔力に呼応しているのか。魔界にいた時よりも力を感じる。まずいですわね。図書館は飛び出して魔王城までやってきてしまいましたわ。ま、ドロクロバのお屋敷じゃなければ壊れようが崩壊しようが関係ありませんけど、それでもやられっぱなしで引き下がってはドロクロバ家のメイドとして失格ですわね。なんだ、城内がやけに静かだ。ほうけていると噛み殺されますわよ。せっかく広い場所に出たのですから、ここで迎え撃つとしましょうか。どうした？急にケルベロスが。こんな炎は、
それに背後から感じるこの魔力を振り返ることができない。心をわしづかみにされているようなゾクゾクする恐怖。この存在感は姉さん、理性を失ったケルベロスでさえも警戒している。この力は怒り？何に怒っていらっしゃるのですか？黙れ。姉さん、ついに目覚めたんだね。あの娘は姉さんの研究成果だろう。あの器に力を移し替えて、姉さんは神道。黙れと言っているの。姉さん。さっきリリアンナに近づいた時に、かすかにあなたの魔力を感じたの。そして、あの子の恐怖した顔。ワルド・ティリオ、あの子にバカな話を吹き込んだのは、あなたね。リリアンヌかい？あの娘は姉さんの。あの子を怯えさせてしまった。あの子に手を跳ねのけられたわ。数百年ぶりの再会だったのに。ケルベロス、アーカードの城をこんなに汚して。ハデルライト、リリアンヌを奪って人質にしようと画策していたわね。私たち家族の平穏を脅かす者は決して許しません。バラの裁きをお受けなさい。復活を心よりお祝い申し上げますわ、スペーディア夫人。夫人の真の怒りに触れられるなんて大変光栄ですわ。それでこそ首を狙う甲斐があるというもの。それだよ、それでこそ姉さんだ。静かな怒りは炎のバラとなる。深紅の怒りは沈黙と共に敵を灰にする。姉さんの復活を心から喜んでいるのは僕だ。さあ姉さん、僕に怒りをぶつけておくれ。ああ、やっぱり姉さんは最高だ。魔界にいても、地上にいても、その気高い美しさは変わらない。お呼びませんか？ドロクロバ家がブランシルバの覇権をつかむには、まだまだ時間がかかりますわね。まだ魔力が安定しない。リリアンヌ、どこにいるの？ダメよ、あなたは体が弱いんだから、私が、守らなくては。下腹部にかすかに魔力の気配を感じる。今はまだ不安はない。これは新しい可能性に満ちた大きな研究だ。私の体内でこの大きな可能性を持つ小さな命を育てるとしよう。アーカードも喜ぶだろう。私はこの計画をゆりかご計画と名付けた。リリアンヌ、どこ？2ヶ月目。体中の魔力が不規則に循環しているのを感じる。不快感と吐き気が絶えずつきまとう。つわりという症状らしい。魔界にいた頃、体を内側から食い破る魔族に体内に侵入されたことがあるが、感覚は類似しているかもしれない。ただし、肉体的な不具合はともかく、精神的な不快感はない。当然、腹を裂いて取り出す必要もない。体内で育つ生命を意識することはまだできないが、肉体が作り変えられていくのを感じる。久しぶりに血を飲みたいと感じた。6ヶ月目、
腹部の鼓動が強くなったのを感じる。私の体内で生命が育ちつつあるのだ。そういえば形状を指定する工程がなかったが、これはどのような形で生まれてくるのか、性別は男なのか女なのか、翼の形状は、角はあるのか、肌の色は。なるほど。驚くことに造形を指定することができないらしい。好みを反映できないのは由々しき問題だが、アーカードと私の特徴が受け継がれていれば見にくくなることはないだろう。彼のヒゲは好みが分かれるので受け継がないでほしいが、いや、無事に生まれてくれれば形状など大きな問題ではないのかもしれない。もう少し大きくなれば体内で動くらしい。足が動けば腹を蹴るそうだ。バラの女王と呼ばれた私の腹を蹴れるのはこの子だけの特権だろう。8ヶ月目、動くことができないので日がな一日この子の名前を考えて過ごす。不具合が全身に及んでいる。奇妙な感覚だ。幼い頃、魔王の一人が操る刃に全身を貫かれ切り刻まれた。その痛みよりも今の痛みの方が響く。ただその痛みすら心地よい。アーカードは人間に興味を持っていたが、その気持ちがここ最近ではわかる気がしている。私も地上へ来て類稀なる経験をしたからか、人間、かつては魔族や天使に虐げられていた小さき存在でありながら、未だにこの地上で生きながらえている種族、彼らの力がどこから生まれるのか分かったような気がした。この子につける名前も決まった。確信のようなものがある。きっとこの子は女の子だ。小さなフランシールがこの子を可愛がる絵が頭に浮かんだ。それならば女の子用に考えていた名前をつけよう。腹が痛み出す。陣痛というものかもしれない。いよいよ出産の時が来たようだ。リリアンヌ、私の娘。誕生7日目、体力の衰えが止まらない。魔力はすでに尽きそうだ。このままではリリアンヌは死ぬ。リリアンヌ、リリアンヌ、どこにいるの？ローザリンデ、リリアンヌの命が尽きかけている。ええ、鼓動が確実に弱くなっているのがわかる。ブランシルバの正気に当てられたか、もとより体が弱かったか、もしくは母体から十分な養分が得られなかったか。君は十分に尽くした。やはり魔族は魔族の体内では十分に育つことができないのかもしれない。そうね。それが体制が魔族の間で禁忌とされている理由なのかもしれないわね。だとすればこれは私の過失よ。君が気に病むことではないよ。人間や動物でさえ原因不明の病で赤子の頃に死亡するのはよくあることらしい。残念ではあるが、今回は手の施しようが。そんなにあっさりと諦められない。あなたにはわからないのよ。ローザリンデ。アーカード。この子を産んだ瞬間、かつてあなたが約束してくれたものを得たと感じたわ。でもね、あの子が生きていてくれなければその感情がなかったことになるのと一緒。この子を守ってみせる。どんな手を使っても。やめたまえ。
赤子に魔族の治癒魔術は通用しない。それに出産によって君は魔力の大半を失っている。回復を待たずに酷使すれば。アーカード、贈り物を求める私の質問にあなたは答えたわね。永遠が陳腐に感じるほどの瞬間を君に。生に飽きていた私にとって、そしてあなたにとっても求めていた答え。あなたと一緒になりフランシールを生み出し地上に出た。ブランシルバでの暮らしが始まり、千夜会を催し、そしてこの子を産んだ。だけじゃないの。この子を救えないということは、この子を失うということだけじゃないの。あなたと出会って手に入れたすべてを失うことに等しい。ローザリンだ。赤子に治癒の魔術が通用しないのは、魔族が赤子の構造を理解できないから。でも、私ならできる。構造が違う生き物を治癒するには、膨大な魔力を必要とする。でも、私ならできる。私はリリアンヌの母親だから。お母様。リリアンヌ。あのね、お母様。さっきは、その、ごめんなさい。リリアンヌ！お母様、怒ってないの？いいえ、いいえ、謝るのは私の方。窮屈な思いをさせてごめんなさい。寂しい思いをさせてごめんなさい。生まれたばかりのあなたに私の魔力を与えたの。あなたを助けるためだった。無防備なあなたを私の力の全てを使って守ったの。それでも心配だった。私の魔力が破られたらどうしよう。あなたが地上特有の病気になってしまったらどうしようって。力を使い果たして眠りにつかなければならない私には、あなたを守る術がなかったから。だからリリを外に出さないようにしてたんだ。そっか。リリ、ずーっとお母様に守られてたんだね。まったく、世話の焼ける妹ですわね。ケルベロスの矛。さすがは最強のケルベロス。復活して間もないローザリンデでは屈服させるには足りなかったようだ。ちょうどいい機会ですわね、お父様。そうだね、我が娘よ。リリアンナ、そなたの力を使ってあのケルベロスを屈服させるのだ。しっかりと成長した姿をローザリンデに見せてあげなさい。やれるはずよ、リリアンヌ。アーカードと私の娘なら、その身に宿る力を感じるはず。お母様が目覚めたことによって、リリアンヌの中に眠る力も高まっていくのを感じるわ。残念だね。ローザリンデを納得させる力を見せれば、これからは外に出るのも自由だという。え、本当に？ええ、あなたの力を見せて。私を安心させて、リリアンヌ。やったやった、それならリリ頑張る。
よろしい。それでは我が家の復活祭といこうか。バラの女王の帰還、次回の千夜会は盛大なものになりそうだ。長かったですわ。やっとスペーディア家が揃いましたわね。さあリリアンヌ、今宵の供物にご挨拶なさい。はーい。あなた、リリの奴隷にしてあげる。反省したかしら、ワルドティリオ。姉さん、衰えることのない魔力、女王の威厳、それでこそ姉さんだ。でも、変わってしまったね。姉さんは自分自身が永遠に生きることを願う孤高のバラだったのに。永遠の定義、価値観があったからこそ、私はアーカードと一緒になれたのよ。変わったのは事実ね。私はアーカードと出会い、夫婦になった。フランシールを産み、リリアンヌを産み、家族になった。子ではなく、私たちは一つの集合体なの。そして、そこには、私が求めていた永遠があるの。魔界には、産声は聞こえないでしょう。姉さんが何を言っているのか。僕にはわからないよ。子供の成長、家族との時間、そんな取るに足らない瞬間の中にこそ永遠があるのよ。こんな私には失望したかしら、ワルドティリオ。姉さんは変わってしまったよ。でもその気高さは何一つ変わらないんだね。魔力は以前よりも増したように見える。姉さんも、いや、どんな姉さんだろうと素晴らしい。いつまでもあなた、僕の憧れだ。ありがとう。愛しているわよ、ワルドティリオ。姉さんが犯した禁忌、リリアンヌの出生について他の貴族に話すかい？そんなしけたネタ、弱みにも何にもなりませんわ。姑息な醜聞で上げ足を取るほど四大貴族は暇じゃありませんの。スペーディア家の戦力は把握しましたので、私はルメリア様をそれに勝る魔族となるようお育て差し上げるのみですわ。お母様リリやったよ、見てた？ええ、もちろん。アーカードと私の魔力をちゃんと受け継いでいるのね。すごいわ、リリアンヌ。でしょでしょ、リリすごいでしょ。それでね、今度ギルサニアで収穫祭っていうシュークリームのお祭りがあるんだけどね、リリペトラとルメリアと一緒に。いけません。どうして？魔力は九大点。でも、先ほどの所作は何です？下品で魔王の娘としての威厳がない。フランシールを見習いなさい。レディーになるためのレッスンが足りないのね。これからは私がちゃんと鍛えてあげるから安心よ。リリフランシール姉様の方がいいかも。いつ抜け出してもいいのよ。私はフランシールほど厳しくはないから。おてんば娘を抑え込むには母親の言葉が一番というわけか。
やはり家族は揃ってこそ、しばらくは人間のように一家団らんの時間を楽しむとしようか。